あ、そっか、若葉さんばっかり組んでるのか、うん、そうです、そうですよ。だから関根さんが監督で若葉さんアメリカで呼んだじゃん、うん、その時に俺、監督室呼ばれて、コロナに負けないプレーボール、よろしく。若葉とどうなんだろう、横尾さんも一つ上で、年上で、オールスターも一緒にやってますよね、と。中はどうなの、別に中で一緒にやったことないか分かんないですけど、って。だから、ここだけやけど、また1週間で決まるから、うん、ああ、それいいっすね、うん、で、ずっと若葉が帰ってきて、ずっと食事行くのも、遊ぶことも、遊ぶのも一緒。終わりシーズン途中に、お前若菜ともうすぐ息ぴったりだな、はい、しょっちゅう一緒に出て行ってんの、はい、見てるのどっから見てるのっていうなるほどですね。ああ、でも関根さんも本当怖い子のところでしょ。あ、そうなんですか。小葉さん同様です。ニコニコしてるからね、なんかもう関根さん出しよ、ね、頑固ですよ。へえ、めっちゃ怖いやろ。球団がこの選手使ってくれって言われても使えなかったら絶対使わないです。すっごい長いよ。もういや、もうテレビの印象しかないじゃないですか。いや、いつもね、タバコのフィルターをこうマウンド持っていてね、で、秋葉をたまにはもう一回お前マウンド送ったらマウンド足運ばすようなピッチングしない方がいいけどなぁ、なんか言いながらスーッと大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。で、若い奴が行くとうーんって言て顔映ってるのが顔の上足に絶対踏んでますから、あーふっかいなるほど。あ、そうなんですね。若手には厳しかった。あーで、僕一番こううまく操縦されたのはもう遠征先ほとんど出るタイプだったから、はい、若い選手は移動日の方がいい、連れていくの、うん、その試合始まる、うん、移動日の日の前の門限まではいいと、うん、だけどその3連戦あった時の試合の中では絶対連れてあるんだと、でお前は門限はいいと自由にしてやる、はい、だから行くなっていうことですね、連れては。そうですね。だけど一人で行くっていうことは一人で行って ね食事して一気にと帰るじゃん、うん、まあね、それからまあ一人で乗るってないからうまく操縦されたな。ああ、なるほど。何時に帰ってきてもいいかなって言われて。そんな一人に行ってね、うん、寂しい、寂しい。その一瞬で、ね、よしと思うじゃないですか、はいはいはい、これ何かが続いてるね、よく考えたらこれうまく1時、2時まで絶対帰るようになってるなって。ああ、そうですね。確かに操縦されてますね、うん、そういう選手の扱い方分かった。関根さんもやっぱり逸話あるもんね。ああ、やっぱそうですよね。まずバッターでピッチャーはピッチャーバッターやバッターピッチャーやってバッターそうですよね。で、有名な話があって、はい、試合前のバッティングで、はい、あの人バットをこう引きずるんだってね。そうずーっと引きずってゲージのとこ行くんだってビュータラーって言ってで人が打ってるやん横でこうやってで帰ってくる。帰る。打たない。タイミングタイミングとかで。で僕ね、OB 戦があったんですどっかで。関根さん元気な頃。で関根さん打席立ったんですよ、うん。めっちゃ上手。ああ柔らかいでしょ。スッとってコーン打つから、うわーと思ったね。へそれ逸話よ本当にバットをずーっと削ってこうやって持たないでずーっとあ。試合中でもそうですよ。ネキストからずーっとバッター席までな引きずったの。へぇで、打たないんやってこうやってやったらもう帰ってくるって、はい、マジで打たないエネルギーは使わないっていうタイプ。ピッチングでもね、マウンド、まあ、ブルペンでね、キャンプ中見ててももう悪いと分かってんじゃんね、見てて今日やめた方がいいねって後ろにこすって言われる。おどこがどうなってるか全く言わないんですよ、はい、へ今日はやめた方がいいね乗ってないねって言って
スーッていなそうなってくるとよっぽど変わるんかなっ て, っていう感じになるでしょ。なるほど。あのキャッチャーで どこかおかしいから、いや別にないと思うんですけど、ピッチングじゃ小谷さんね、一番こう指定場面は軸足がぶれてるからじゃないかって言われて、小谷さんも上手ですよね、教えんの。軸足がぶれてるから、我々の時は厳しかったんだよ。あ、本当ですか。で、太陽で何年かやってから良くなった。で、関根さん監督ってから、藤田さんっていう人が法政の前で、ああ、もうすぐ関根さんがもうピッチャーとしてはもうすぐ尊敬してる人、その人が来てからもうすぐ変わったですね。へー。見るところはこことここ3つぐらい分けて、それしか言わなかった。へー。で、悪い時になったらもう全然近寄らないですよ。あ、本当に。もういつや、いつかやめる。やめなかったらもう今日はや何個やっても一緒だねっていう、そういう人が。なんかそんな雰囲気に見えないですよね、いつもニコニコして。関根さんね。はい、関根さんも本当にニコニコじゃ、ニコニコじゃないですか。関根さん亡くなったのかな。亡くなった、90何歳で。一回関根さんに怒られたことありますよ。一回だけ怒られたね、電話で。オールスターで5回投げた。あ、本当に僕投げた。そう、逸話があるんですよね。で、なんで延長戦入って。そう、ちょうど4時間なんだよ。え、ちょっと待って、延長12回の3回までですけど、もう延長戦入って。そうそう、延長戦で3で、ピッチャーがいなくなって、いたのよ。3試合の真ん中だったの。はあ。で、大阪でゲームあったから、はい。で、1日空いて大阪でゲームから、東京ドーム、俺いた、俺いないでしょ。東京ドーム、西武、大阪は、はあ、その時に5イニング、5イニングです。7回から投げたの。うん、で、雨が降ってたの。うん、まあ、西武とかやらなかったの。うん、で、近鉄平野さんが、ちょっとサードやったかな、ガーンって打ったらさ、バットが離したんですよ。飛んできたの。うん、で、それ避けるためにジャンプして、ボール取りに行ったけど、もう、水たまりに止まって、悩んだの、同点になった。うん、それからずっと延長中行って。で、怒られたんですよ。その時はもう、リリーフやった投手だったから、もうずっとリリーフやって、そんな投げても3イニング、5イニング投げて、大丈夫かって、まだ明日は明後日ゲームあんの。いや、もう投げないって約束で投げました。片足大丈夫か、はい。もう絶対家帰ったら、1時過ぎですね、セーブ。絶対監督がよ、5回投げてよかったな、おめでとうって言われるのが褒められるもんだと。監督がいきなり、大丈夫か、バカやかのを覚えてます。5回投げられてるんですよ。で、最終引き分けですけど、3対3ね。そうなんです。すごいですよね。あの時は小葉さん、藤田さん、安藤さん、小葉さんとかなかった。それから小葉さんこう好かれるようになったのかな。よく喋れるようになった。俺いなかった。いなかった。本当寂しいな。あの時いなかった。いなかった。いたら中田が出たね。中田さん、中田さんいなかったかな。いなかったじゃないでしょうね。おかしいな覚えてるでしょうから、5イニングだったら言っていい。結構覚えてない。してる、教えてる。いや、けど斉藤明さんからして、まあ吉彦さんは苦手のバッターの一人、他にも誰か苦手な人っていましたか。二人ともバット柔らかくフワーンと出てくるのしか見えないんですよ。なるほど。大きなのになんかボールの方に曲がってない。あっ秋山からしたらお得意様のバッターってやっぱり言われましたもん、木村さんに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。もう一度いきます。Thank you.